ベルトアムマインは、ドイツ連邦共和国バイエルン州ミルテンベルク軍に属すし、オーデンバルトとシュペッサルトに挟まれたマイン渓谷に位置する。本市は、公式には、ベルトアムマイン地区単独で構成されている。ローマ人兵士は、おそらく、トミティアヌステの時代にはすでに木と土で作られた城に、駐留していたものと考えられている。この城が後に、 堂々たる石造りのベルト城に拡充されたのである。6世紀からのフランク時代、ベルトは王直轄領の中心地であり、現在の墓地の場所にあった聖マルティン礼拝堂がオーデンバルトの背後地へのキリスト教伝堂の中心地であった。この都市は13世紀後半にマインズ大司教配下のブロイベルク家によって現在の場所に設けられた。百九十一年に ベルダとして初めて文献に記録されている。1816年にバイエルン王国領に移された。かつてのセボルフガング教会にはベルト水運造船博物館が入っている。公民館にある小さな文館ではローマ時代のベルトについて紹介している。対岸のエアレンバッハから見たベルトアムマイン。中央の先頭が旧教会の塔。旧教会には 水運博物館がある。ベルトアムマイン。画面中央が単年頭この姉妹都市同盟は2006年6月16日に成立し、2007年4月29日にベルトの水運博物館で姉妹都市同盟契約書に署名がなされた。この文献は翻訳元であるドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、 日本語版作成に最初直接参照してはおりません。ありがとうございます。